テレマコ・シニョリーニはイタリアの写実主義の画家である。トスカーナ地方で活動した画家の集団、マッキア派の画家の一人である。フィレンツェで生まれた。父親はトスカーナ大公国で風景画家として働いたジョバンニ・シニョリーニである。1852年からフィレンツェの美術学校で学び始めるが、1854年には野外製作を始め、 フィレンツェの芸術家たちの溜まり場であったカッフェ・ミケランジョロでジョバンニ・ファットーリア・シルベストロレーガラと付き合った。1859年にジュゼッペ・ガリバルディの新軍に参加し五天の戦争画を絵描き画家として注目された。1861年に初めてパリを訪れコローに会い、写実主義の画家、クールベのスタイルの熱心な支持者となった。1862年に フィレンツェ近郊の街、パージニータなどで他のマッキア派の画家と作品を描いた。パリエは1868年と1872年にも訪れ、エドガードがとも交流した。マッキア派を代表する画家となり、画家のアドリアーのチェチオーニや美術評論家のマルテリラと共に彼らの理念を表明する役割を担った。マルテリの著作の挿絵も描いた、フィレンツェトリのナポリ。 ベネツィアなどの展覧会に出展した。1883年にアッカデミアディベルアルティディ、フィレンツェの教授に就任することを求められたが辞退した。1892年から、フィレンツェの上級学校、インスティチュットスペリオレディベルアルティで教えた。歌詞、リオマジョーレで語る人々囚人たちの入浴。ありがとうございます。